タイムボムは時間を巻き戻してしまう爆弾をめぐって戦う正体陰徳系ゲーム。タイムポリスとボマー団に分かれたチーム戦だよ。まずは陣営カードを配って各プレイヤーの陣営を決定するよ。誰が敵か味方かは分からないんだ。続いて各プレイヤーに動線カードを配るよ。動線カードには解除とボムとシーンの3種類あるんだ。手札を確認したらシャッフルして自分の前に裏向きに並べよう。スタートプレイヤーはニッパー係になるよ。他のプレイヤーの動線カードから1枚選んでニッパーで切断しよう。切る前に自分は解除を持ってるよ、ボムがあるから切らないでなど、お互いにヒントを出し合って誰の動線を切るべきか相談しよう。この時の話し合いで敵か味方か探るんだ。順番に動線を切っていって全ての解除を切ることができたらタイムポリスの勝利。その前に4ラウンド終了するか、1枚しかないボムが切断されたらボマー団の勝利だよ。